は前半10分レアルのコーナーキック、ロナウドのヘディングシュート、最後はセルヒオラモス。ロナウドの、ね、このヘディングの強さ、まあ、ここはでもゴールキーパーねよくセーブしました。前半の17分です。ベイル、ハメス、ロドリゲス、イジャラメンディからロナウドのオーバーヘッド。メンディもね、こう打ってくださいというような、ね、パスでしたよね。まあ、ただわずかでしたけども、すごいシュートでした。前半の27分です。マルセロからロナウド、トラップからニアを狙ったシュート、セルヒオ・アルバレスのセーブ。まあ、このやはりこう抜け出し、コントロール、フィニッシュまでの形というのはね、素晴らしいですね。前半34分です。マルセロからロナウドにボールが出たときにジョン・リーに後ろから倒されて PK 獲得。うまく倒れたという、ね、はい、感じでしたけども、きっちり決めて先制。つきますからね、キーパーの動きをよく見てますからね。試合は後半にあります。後半立ち上がりのスルタ、このパスからアブロ・ヘルナンデス、外からオレジャナ、このシュートが一番惜しかったですかね。そうですね、縦のボールが入り出してでサイドからの展開でしたけどもね。いや、これは良かったですけど、後半の17分です。右サイド、ロナウド、上がってきたペペ、ベイルにつないでベイルのシュート、強烈でしたが、ゴールキーパーのセーブ。ファーストコントロールがうまくいかなかったので、もう一回持ち出してというね形でしたけども、もうちょっとコースを狙ってもよかったですけどね、はい。後半の20分です。クロースとロナウド、ワンツーを狙ってこぼれてきたところにロナウドのボレ ー、 まあ、こうやっぱりサッカー選手というのは本当に乗ってる時というのはね、必ずボールがこうこぼれてくるんですよね。ここも相手のミスからですからね、はい。まあ、ただやはりこの抑えたボレーは上手かったですね。後半36分、セルタ、ノリートのフリーキック、枠を捉えることはできません。まあ、セットプレー、非常にね、まあ、多かったんですけどもね。後半36分、相手ミスから、レールが拾って、マルセロのオーバーラップ、ロナウドのハットトリック。まあ、本当にこう駆け引き、一瞬の駆け引きでね、相手ディフェンダーをこれ前に誘ってきながら後ろで、でもマルセロもよく見てますよね、はい。まあ、そしてやはりこう技術があるショートバウンドも決められると、いや、もう言うことないですね。